オーディオドラマ夕暮れシグナル。誰もが知っているこのメロディ、夕暮れ時を伝えるこの音楽は、地域ごとに差はあるのだろうが、どこでもきっと子供たちのためにあるものなのだろう。チャイムが鳴ったら家に帰ろう、誰でも知っているこの合図。じゃあ19歳の僕には何のために存在しているのだろうか。今日もそんなことを考えていた。考えても答えは出ない問いかけを自分自身に問いかける。この行為に意味なんてものはない。でもこんなことをしてしまうほど退屈な日常なのだ。そうやっていつものように自己完結したところで、通過の電車が通り過ぎ、遮断機は上がり始め、人の群れが動き出す。でも、僕は一瞬足を踏み出すことをためらってしまった。どうしてかはわからない。確かなことは、僕はなぜか、目の前の制服の少女に目を奪われてしまっていたということだけ。すいません。人の流れに押し出されるようにして、ようやく僕は歩き始める。渡りきり、人が少なくなったあたりで、さっきの感覚を確かめたくなって振り返ってみる。でも、そこには少女の影も形もなくて、だけど特別な、このつまらない日常を塗り替えてしまうようなものが、そこにはある気がした。それが何なのか、この感情の正体は何なのか、すぐに理解することができた。僕は彼女に恋をしていたのだ。去年の春、僕はこっちの大学に進学するためにこの町に引っ越してきた。結構田舎の方から出てきたせいか、都会の雰囲気に押されていたせいなのか、
あまり馴染むことができなかった。でも、それは環境の変化のせいだと思っていた。だから僕は、がむしゃらに頑張った。でも、結局大学もうまくはいかなくて、僕にとってこの街は、違和感しかなかった。誰と話していても、まるで違う時代を過ごしてきたかのような感覚に陥ってしまう。いや、違う。関わらずとも、最初からなんとなく違和感はあった。そして、それが次第に大きくなって、今では二回生にもなれずに、大学にも行っていない。バイトをして、最低限の食事と睡眠をとって終わりの生活。そんな日常は好きでも、特別嫌いなわけでもない。そう。全く興味なんて示せない。ただただ、無機質な日常が過ぎ去っていくだけ。だから、少女との出会いは、僕にとって本当に大きな存在となった。一目惚れ。しかも年下の高校生にだなんて、変態にも程があるんじゃないかと思う。でも、気持ちは変わることなく、むしろ強くなる一方だった。その変化の例を挙げるなら、一つは電車の時間。何度か彼女と同じ電車で見かけることがあり、最近ではほぼ毎日同じ電車に乗ることができるようになった。と言っても、一緒に乗って遠くから彼女を見ているだけで何もしていない。というか、こんな行動は完全にストーカーだ。いつ彼女から通報を受けて警察に捕まっても不思議ではない。でも、この衝動は抑えきれなかった。そして、もう一つの変化は。それがこれ、路上ライブだ。駅前にある大きな噴水前で、週に2、3度、こうして弾き語りを行っている。こうしていれば、彼女が見つけてくれるかもしれない。興味を持ってくれるかもしれない。そんな不純な思いで始まったのだが、今ではある意味、趣味のような感じになっている。もともとギターを弾くのが趣味だった。高校では軽音部だったし、卒業してこっちに来てからも、家でよく弾いていた。つまらない日常の中で、彼女とギターだけが心安らぐ時間だった。さあ、今日もこの時間を楽しもう。昼のアルバイトの帰り、今日は少し残業があって、定時の1時間後に店を出た。そのせいで、彼女と同じ電車には乗れなかったわけで、さらに今日は金曜日。これで次に彼女を見かけるのは、3日後の月曜だ。世界が滅んでしまうほどに、憂鬱だった。それぐらい何も考えずに道を歩いていたから、いつの間にか外れていたヘッドホンにさえも気づいていなかった。でも、そのおかげで、後ろからかけられる声に気づくことができた。あの。え？ドキッと、心臓がつかまれたように締め付けられる。そして、動揺のあまり、目の前にいる少女の存在が嘘ではないかと思ってしまうほど、僕はこの状況に脳の理解が追いついていなかった。でも、動揺するなという方が無理だ。だって、僕が恋した制服の少女が、今、目の前にいるのだから。あの、いつも駅のところで歌っている方ですよね。え、ああ、うん。確かに、そうだけど。やっぱりそうですよね。よかった。びっくりされてしまったから人違いかと思っちゃいました。多分、急に声をかけられたら誰でもびっくりすると思うよ。
どうしたの？というか、なんで僕が弾き語りをしてるって分かったの？その赤いヘッドフォンが目印になって。ああ、これか。駅で歌っているのを何度か見かけて、それであなたのファンになってしまって、今日はたまたま後ろ姿を見かけましたから。それでその、とりあえずもう少し話をするならファミレスにでも入らない？僕もゆっくり話がしたいし。あ、決してやましい気持ちはないから。それに大丈夫、お金はもちろん僕が出すし。どうかな？はい、それじゃあお言葉に甘えて。あの、なんかすいません、話に夢中になってしまって。まだ名前も言っていませんでしたね。私、細川瑞希って言います。僕は岩崎宏人、よろしくね。はい、よろしくお願いします。それでさっきの話の続きなんですけど、もしかしてプロとかも目指しているんですか？いや、別にそういうわけじゃないんだけど、あれはなんていうか、趣味みたいなものかな。そうなんですか。あ、そういえばあの曲とか、僕の歌ってるほとんどの曲知ってたけど、もしかして好きなの？ボカロ。ボカロというのはボーカロイドの略で、コンピューターの音声合成技術によって歌を歌わせているキャラクターたちの総称だ。そのボーカロイドたちに歌わせた楽曲は様々な動画サイトに投稿されていて、そこで話題となり、もともとはオタク向けだったが、今ではそうではない人たちにも広まっていて、一つの音楽の形となっている。僕がボカロの曲を弾き語っていたのは何よりも僕が好きだったし、それに彼女に興味を持ってもらえるかもしれないという下心も少しあって、それがどうやら功を奏したようだ。はい、好きです。最初は友達に紹介されて、それで興味を持って、今では登下校の時も携帯に入れた曲を聴いています。ヒロトさんもよく聴くんですね。うん、僕も高校の頃友達に教えてもらってボカロの曲を聴き始めたんだ。そうなんですか。うん、でも僕の歌ってる曲ってあんまりランキングにも入らないような歌ばっかりだったけど、よく知ってたね。いえ、最初は私も知らない曲ばかりでした。でもヒロトさんが歌っているのを聞いてネットで調べて私も知ったんです。ヒロトさんはいろんな曲を知っているんですね。暇さえあれば動画サイトは漁っているからね。その時にたまたま見つけてるだけだよ。だけど結構僕の好みに偏ってるから、確かに知ってる人は少ないだろうね。でもそれが私の好みにぴったりで、それでどんな人なのかなってとても気になっていて、今日偶然ヒロトさんを見かけた時、どうしようってとても迷って。迷った末に声をかけてくれたわけか。嬉しいな。でもすごいね、あれをきっかけに声をかけられるとは思わなかったよ。私自身今ヒロトさんとこうしてお話をしていることに驚いています。話しかけたのは最近いろいろ悩んでて、そういうのも関係しているのかもしれませんね。へえ、意外だな。君みたいな子でも悩みってあるんだね。なんだか何でもうまくやれてそうな感じなのに。そんなことないですよ。悩んで悩んで、それでなんとかうまくやってのけているだけですから。それにこれでも裏若き乙女なんですよ。悩みの一つや二つぐらいありますよ。よかったら話でも聞こうか。まあこんな今日会ったばかりの他人にでも話せる話ならなんだけど。そうですね、友達とはこんなお話できないですし、でも本当面白くもない話ですよ。大丈夫大丈夫。それに
少しは今時の女子高生の悩みってのも気になるし、どうかな。それじゃあお願いします。ヒロトさんって高校時代はどんな風に過ごされていたんですか？特にこれといったものはないけど、普通に楽しく過ごしていたよ。学校に行ったら友達がいるし、みんな集まったらムードメーカーみたいな立場のやつが面白いことをしてみんなと笑っていたし、あと部活とか学校行事とかで毎日それなりに楽しかったな。あとは男友達で集まってバカしたりって言っても女の子には伝わらないよね。いえ、男の子のそういうところ少し羨ましいです。なんだか憧れちゃいます。別に羨むほどのものとは思わないけどな。そんなことないですよ。女の子って結構大変なんですから。男の子よりも関係は複雑ですし、だからあの楽しそうな雰囲気を羨ましいなって思うんですよ。ああ、やっぱり女の子っていろいろあるんだね。とても僕にはうまくできそうにないかも。それじゃあヒロトさんって友達ってどういうものだと思いますか？まあ一般論なんだけど、趣味が同じだったり一緒に遊んだりする間柄のこととか、こう互いの立場とか気にせず仲良くできる人じゃないかな。はい、私も基本的にはそう思っています。話していて楽しいし、一緒にお出かけなんかもよくします。でも中学まではそれが当たり前だったはずなのに、高校に入ってからは少し違和感を覚えるんです。話をしていてもどこか違うところを考えているような気がしたり、どこか偽りを感じるんです。確かに少し僕もわかる。瑞希ちゃんほどじゃないけど、少し他人とズレを感じたり、相手はどこか僕と違うところにいるんじゃないかって思えたりする感覚。でも僕の場合は田舎から出てきてるからね、そのせいかもしれないけど。私最近そういうのがよくわからなくなって、つながっているはずなのに、なんだか本質的なところではつながっていないような感じがするんです。スマホのおかげで昔よりつながっている時間は多くなっても強くなってはいないんですよ。逆に疎外感みたいなものを感じてしまうんです。一緒に遊んでいても私の知らないインターネット上の誰かがそばにいるようで、本当は私とじゃなくてインターネット上の人たちと遊んでいるんじゃないかって、そう思えたりするんです。全部が悪いとは言いません。 LINE で気軽に話しかけてくれる子もいますし、すぐに相談に乗ってあげることもできますから。ですがそれもどこか違和感があって高校生ってこんなものなんですかね。難しいね、そういう問題は。僕の住んでたところは田舎だったし、あんまりそういったものが普及してなかったからそういうことはなかったけれど、でも確かに最近はそうだね。 Twitter とか LINE とか SNS だけでつながっているような関係がたくさんある。実際の友達よりもそっちが重要だって人たちもたくさんいるからね。だから逆にそれでつながっていない方が情報が遅れたり仲間外れにされちゃったりとかさ、それが当たり前になってる。僕もこっちに来てからそれを身をもって実感したよ。そう、このせいで僕はどこにも馴染めなかった。時代が変わって確かに便利になった、でもそれ以上に不便になってしまったこともある。時代は変わってしまう、それはどうしようもないことで、適応できなければ置いてきぼりにされてしまう。今は人とのつながりというものがあまりにも軽視されているような気がする。目に見えない小さなものになり果ててしまったように感じてしまう。本当はとてつもなく大きなものになってしまっているのかもしれないけれど、僕にとってはないも同然だった。この時代は
僕には生きにくすぎる。だけど、でもそれはちょっと瑞希ちゃんの考えすぎだとも思うけどね。そうでしょうか。そうだよ、みんな単純に君とも仲良くしたいだけなんだと思うよ。今はちょっと時代が変わってしまっただけで、ネットの誰かともつながりがあるけれど、それだけが全てじゃないでしょ。確かにそうですけど、瑞希ちゃんとの関係も大事にしたい子もたくさんいるはずだよ。それに今はそういう子たちが集まってるからそう見えるだけで、全部がそうじゃない。今はそういう時代なんだって割り切るのは難しいと思うけどさ、本質的には今も昔もきっと何も変わっていないはずだよ。だから瑞希ちゃんは今のままで大丈夫。嬉しいです、ヒロトさんにそんなことを言ってもらえて。でも僕なんかでよかったの？はい、少し気分が楽になりました。ありがとうございます。どういたしまして。でも本当に大丈夫だと思うよ。そうですか。うん、だって瑞希ちゃんは可愛いから、男の子たちからの人気も高そうだし、告白も何度もされてそうだ。少なくとも彼氏には困らなそうだね。そんなことないですよ。そういえばもうこんな時間だけど大丈夫？大丈夫ですよ。今日はありがとうございました。とても楽しかったです。こちらこそ、僕も楽しかったよ。ではまた今度弾き語り聞きに行きますね。今度は目の前で。それからは僕が弾き語りをしていると、瑞希ちゃんが立ち寄ってきてくれて、何度かこうして話をするようになっていた。オーディオドラマ夕暮れシグナル第1話、ただいまの出演はロック、木崎渦以上でお送りしました。オーディオドラマ夕暮れシグナル、次回もお楽しみに。